おはようございます音楽プロデューサーそして音楽グローバルマーケッターのウルカムマンです、えー、このポッドキャストはですね、えー、私プライベートの、えー、業務報告だったりとか、えー、社会経済ニュースうーセルフマネージメントなどをですねお届けしていく 自由なポッドキャストになっております。えー、音楽プロデューサーとしての、えー、本家のポッドキャストは真空管ポッドキャストという番組で発信してますのでぜひチェックしてください。はい、えっとまあリニューアルをずっとやり続けていてもう2ヶ月経ってもうすぐ3ヶ月経つんですけど、<laughs> そろそろあの内容が固まってきたので、えー、また発信し続けてまして、ちょっとどのテーマで絞っていきながらとは思っているんですが。 今日はですね何回か分けて田舎暮らしを決めた理由みたいなことを吐き出していこうかなはいえっと大阪生まれ、えー、兵庫県の田舎育ち、えー、神戸でバンド活動をして大阪で会社をやっているということなので、まあ、大阪と兵庫県をこう行き来する、まあ、いわゆる阪神間って言われる場所ですよね神戸から。 大阪まあ,あの震災橋あたりまでの阪神館阪神エリアと言われるところが、まあ、割と自分の一番長いこと居座っている場所ですね。はい、でそれで東京に営業をかけて行ったりとか、まあ、沖縄で音楽フェスをやったりだとかみたいな感じなので、えー、っと自分のふるさとは兵庫県自分の仕事場は大阪東京。 沖縄っていうのが、まあ、割とメインエリアになってきます。でえっと海外に行ったことがあるところで言うとね、まあ、ハワイ LA、まあ、近くのアナハイム LA は2回行きましたねサンディエゴも行きましたね。 あと、まあ、アナハイムっていうのは音楽機材店と、まあ、いわゆる本家のディズニーランドがあるところですね。あと北京、えー、タイ、えー、バンコクに2回かな ?2 回ですね。うん、で台湾は1回だけやったかな ?2 回、1回か。で韓国。 かな今行った海外に関しては。興味あるのは、えー、マレーシアはい。いわゆるあの日本人がよくね移住するところの場所とかは気になってます。はいまあ、という感じでね、まあ、世界中で仕事したいなと思いながら、えー、日々活動していててで、えー、とこれからね僕自身の活動拠点は、まあ、大阪が中心となる だろうけど東京の割合をもうあと 30%40% 引き上げてで最終的にはグラミー賞を取りたいって言ってるんで LA に 5%10% っていう確率を上げていくだから大阪東京 LA で音楽イベントとかがあれば沖縄にっていうのが今の。 次のステップだなぁと考えていていあとは音楽フェスでアテンドしたりとかまあ、重要なミーティングで海外行くことがあるかもですがまあ、そこまであの頻繁に行くことはどうせないんだろうなぁということでまあ、いかに LA に近づけるか、えー、グラミー賞の本拠地があるレコーディングアカデミーの本部に近づけるかみたいなのが僕自身のえー、っとロードマップになってるんですね。で 住む場所を決めるあのうち家族が大,大家族で子供たちがいっぱいいてるんでずっと賃貸暮らしをしたいとは正直思ってなくて、まあ、賃貸か持ち家かみたいな議論もいろいろあるんですけど、えー、ずっと賃貸なんですよいいいいいつ僕がががどういう動きにななるるるかかわらない状態が続いているのがあるのあでねだからあのコロナ前までは、まあ、賃貸でいいだろうと勉強してるところで思ってて。 でえー、持ち家のところあのコロナに入ってねあの自分のライフワークとか家族のライ,フライフワークを考えるようになって時間ができたんで車で行ける範囲内でねいろんな田舎に行ったんですよ、はい。ただやっぱり子供たちも一緒に行くわけなので、えー、っと子供たちが楽しそうにするとか素敵な場所とか、まあ、交通の便とか物価とか地域コミュニティみたいな。 子どもたちと一緒に移動してるってで例えばコロナ禍どういうことをやったかっていうとあのうちの親父方の、えー、血筋がですねあの宮崎県の高千代っていうところにあって、えーまあ、有名な高千代号っていうねあの神様いずる滝が滝というかまあ神,神聖なる場所があるんですけどその近くに、えー、うちのおじいちゃんひいおじいちゃんが。 あ、いてるということで、そこを聖地巡礼みたいな感じでね。車でえっと宮崎県とえっと。そうですね。その一帯をま45日かけてうろうろしたりだとか。あとは沖縄にね。1回ぐらいは行ってるんですけど。まあ那覇とか名護とか。あとは今年の頭はえっと宮古島かにも家族でえ3泊4日ぐらいで。 行ってきました、うん、みたいなことを、えー、っとしながらね移住計画だったりとか、えー、自分たちの居心地のいい場所を探してるんですけどでそれで一番こうピンと来てるのが淡路島なんですよはいこれはあのいろんな理由が重なってるんですけどうちの母方があの鹿児島の徳之島っていうね 沖縄にに非常に近いい小さい島、まあ、長寿日本の長寿が何人も、えっと、記録何人もとかあの記録があるぐらい今は多分抜かれてますけど、まあ、そういった本当に何もない島で素敵な場所で僕はあのおじいちゃんが母方のおじいちゃんが死んだ時に2週間ぐらい1か月ぐらいかなえっとお墓を、まあ、あのこう毎日ね えー、亡くなられたら、まあ、45日みたいなその村のルールみたいなのがあって毎日毎日こう朝を墓参りしてご飯を墓の前で食べるんですけど、まあ、それをするためにずっとね、えっと、徳之島に小さい時中学生の時代に行った記憶があってなので僕の血筋であるおじいちゃんおばあちゃんの聖地巡礼は終わりで僕自身が大阪で生まれ育って 引っ越しするまでに生まれ育った土地巡りもね親父が死んだ時に奥さんと一緒にしてなんか自分のルーツも分かったみたいなことがあってまあもちろん家族のことだので僕だけじゃないんでねあの子供たちとか奥さんのことも考えて一番しっくりきてるのが淡路島なんですよね。ここにに移住したいいなっていう風に考えててう考え で交通の便とか、まあ、ライフワークなんかを今やりながら特にと、えっと、コロナ禍で何年かでいろんなとこ行ってここだなって決まり始めてで淡路島のえー、っとね今民家付き農園みたいなのがあってねそこで週末過ごしてるんですよ淡路島でだから毎週淡路島行ってるんですよ休みになったらねで。僕が仕事で行けなくても あの奥さんが子供たち連れてね毎週末は淡路島に行ってでその農園で畑しながら、えー、っと家族みんなで楽しく生活してるとで僕が行く時はね釣り行ってなのであの調子がいい時は夜はお魚とその取れたお野菜を食べるっていうことをしながら、まあ、自給自足をしていくっていうあとはその家族の時間を大切にするためにもちろんねファ ショッピング行くことだったりとかアドベンチャーワールドみたいなとこ行くとかまあ USJ とかああいうねアミューズメントパークに行くことも大事なんですけど、まあ、自然に触れながらうー同じ時間を共有していくでそれで食育をしながら食の大事さとか自分たちがた作ったものを食べてありがたく食べるとか、まあ、そういうことをね勉強するためにやってるんですけど。 でそれで言うとね、まあ、大阪が仕事のベースになっていく状況の中で一番こう田舎ってなったら僕の中ではやっぱ兵庫県にもともと育ってるんでね淡路島がすごいしっくりきてて、えー、っと特に、まあはんえー、っと明石海峡大橋は高速道路でしか渡れないんですけど、まあ、船もあるんですけど、えー、っとそれ以外でもねバスが高速バスが結構出てたりとか。 あのまあ行くには不便なんですけどだいたい1時間ぐらい1時遠くても1時間半ぐらいかけて行ったら、えー、山と海がですねすごい近くにあるんですよ。で淡路島って、まあ、もちろん島なんで海から山の距離がめっちゃ近いんですよねだから10分ぐらい車走らせて山に行きゃもう高台がいっぱいあって素敵な海を見渡しながらしかも海もまあまあ綺麗んですよ。 ままあまあ綺麗ですよねなので美味しいお魚もいっぱい釣れるしで天気がいい日はもちろん大阪一望できるんで自分の、まあ、戦っている場所というか自分の職場もね遠くに見えながら、えー、平日はあそこでしっかり結果出して週末はこんな田舎で楽しく過ごしてるっていうのを肌で感じながらあの生活してるのがすごくしっくりきてると。で なぜさっきの親,方の,話親の話したかというと親父側がやっぱりずっと山の中で育っている家系で,でうちの母方がずっと島で海をメインにあの仕事漁業とか、まあ、いわゆる魚の近くにいてるもう本当に毎日海に行ってたんで。っていうことでそれがね全てこう統合されてる場所職場とかお血,血の問題とか。 自分がこう感性的にすごく敏感にキャッチできる場所ってなったら淡路島がもうドンピシャなんで,すよ、ね、でえー、っといろんな答え合わせをコロナ禍にした上でまあここだなって思いながらまあ急ぎ急いでね家を決めるわけではなく情報収集しながら今淡路島に移住考えてる人とか淡路島に住んでる人とかといろんなコミュニケーション、まあ、取りながら例えば「朝市」っていうね え田舎の人たちが集まって自分たちの農園で採れたものをね、あのー、情報交換したり売買したりする朝市に毎週行ってたりだとか、まあ、近くの農家さんのお話を伺ったりだとかみたいなことをしながらコミュニティにまに少しずつ入っていって自分たちのライフワークを整えてるということを今やってます。はいでまあ、今回はその歴史的的な背景ととかロードマップのの話したのでねもうちょっと具体的に こんなこといいねあんなこといいねこんなことは懸念点だねみたいなことをしながらまあこれは誰の参考になるっていうよりかはまあ、家を購入したいと考えてる人とかあのよく SNS で最近、S、あの僕のやつは淡路島出てくるんで答え合わせになるような、まあ、そんなポッドキャストかになればいいかなと思いました。はいい以上でございます えまた毎日発信できるようになんか小ネタをいっぱい揃えとこうと思っておるそんなウェルコンマンでした。ではまた明日